靴も欲しいなって思うんだけどさ、今欲しい靴があって、白にする。危ない。大丈夫？ありがとう。よかった、怪我なくて。行こう。先輩、私帰ります。何言ってんだ綾原。もうこれ以上見てるのが耐えられないです。見るに耐えない事態を阻止するために俺たちが来てんじゃないか。でも二人がお互い付き合ってるなら仕方ないと思う。こんなの惨めすぎる。すいません先輩、ドローンします。分かった、気をつけて帰るんだぞ。ごめんなさい。どうしてくれるんやこれ。ごめんなさい。すいません、クリーニング代をね。それで済むかい。このシャツたっかんやぞ。10万もするや。10万。先輩どうしよう。おう、なんとかしよう。銭湯2万。お嬢ちゃん、はい、可愛い顔しとるやんけ。ちょっとうちの事務所まで来てもらっていろいろ相談しようかな。え、さあ行こうか。バチが当たったんだ。人のデートの邪魔なんかするから。1500円で十分だ。なんでいるのよ。おい、こそ今なんて言った。安物のシャツのクリーニング代なんて1500円で十分だ。てめえ舐め腐って。うれっ、ちょっと失礼。須藤さん、あとはお願いしますよ。俺らを一日中追いかけ回したんだ。せいぜいいいところ見せて松本を振り向かせてくださいよ。入江君、悪い、今日はこの辺で。待ってくれ。待ってくれ、宇宙セリフじゃ。ダメこれ。私、入江君と一緒に走ってる。嘘みたい。